このゲームで一番焦ったわ。送ってくれてありがとう。遅刻せずに済みそうだよ。こっちこそ。退屈じゃなかったか？もうさっきのこと忘れたの？なあ、やっぱマックスの力と昨日の雪は関係あるんじゃないか。きっと竜巻も。きっと何？きっと何？雪が降ったら街が吹き飛ぶほど巨大な竜巻が来るの？まさか。何のんきなこと言ってんだ。マックスは私を2回も助けた。未来を変えたんだぞ。カオス理論知らないのか？カオス理論、全ては予測不能ってことでしょ。何が起きても不思議じゃないってことだ。マックスの場合は特に。なんで私がこんな小さな町のただのオタク少女だよ。まさにストレンジアトラクターだよ。この学校じゃそんなことも教えないのか。竜巻に季節外れの雪にタイムリープ、滅亡へのカウントダウンだ。今のうちに遊びまくるしかないな。要は私に任せなってことですね、先生。最悪から最高の1週間になったな。最強コンビの復活だもん。よし、戻ってきた。いや、ヒヤヒヤする時間だったぜ。ジェファソン先生の授業までちょっと時間あるから、うろうろしようかな。校長がいる。ザッカリー。ザック。よう、マックス。今日はカメラ持ってねえのかよ。カメラがなくても常にアイデアを練ってるよ。へえ、ビクトリアとエロチャットの話を言いふらすアイデアとかか。済んだことだよ。もう済んだことだよ。しばらくしたらみんな忘れるって。そうかもしれないけどさ、ビクトリアは本当何考えてんだろうな。意味わかんねえ。みんなの話題になりたいんじゃない、今みたいに。じゃあもう話すのやめようぜ。お前頭いいな。金曜日の試合来いよな。これはポスター。入会か死か。え、ボルテックスクラブの会員をちょっと話したくねえな。普通の子だったらパーティーを楽しみにするんだろうな。世界の終わりパーティー。コードに。何の用？写真ならお断りだよ。パーティーに呼ぶゲストの名簿を作らないといけないから。そうなんだ。どうせ興味ないでしょうけど。そんなことないよ。そんなことないよ。そんな服着てるくせに。ボルテックスクラブのパーティーにはドレスコードがあるの。おしゃれな服持ってる？あなたの来るところじゃないよ。なやこいつ。お前とは話さねえ。あ、デビッドや。どうも。あの、すみません。昨日のクロエとの件についてだが。クロエを殴ったでしょ。クロエから聞いたんだな。その時、俺の銃を盗んだとも言わなかったか？元軍人なのに、クロエが怖いんですか？あの子が心配だから言っているんだ。俺があれくらいの頃はもっとひどかった。クロエも、ここの生徒たちもそれに比べたらずっとマシだ。ケイト・マーシュも。お？ケイトに何があったんですか？ケイトが何か？大事な話の途中でお前が割り込んできた。彼女はまた別の問題だ。ケイトは悪いことしてません。いいか。これはケイトだけの問題じゃない。学校の生徒全員の安全に関わることだ。お前も含めてな。監視カメラで安全が守れるとは思えない。なら、グラント先生の署名運動で行方不明の生徒が見つかるのか？レイチェルを見つけるのは警備主任のあなたの仕事じゃないんですか？それともレイチェルのことで何か隠してるとか？お前と口論するつもりはない。
言い争いはもうたくさんだ。話は以上だ。ちょっとこいついいやつに見えてきたな。なんでやろう。さっきのボルテックスクラブのやつ、しょうがない、もう一回話してみるか。なんか巻き戻すシーンあったしな。ドレスコードについて。ボルテックスクラブにはドレスコードあるよね。何を着たらいいかアドバイスもらえると助かるな。意外ね。おしゃれには興味ないのかと思ってた。それじゃ名簿に名前を載せておくから、パーティーの前にアドバイスしてあげる。お、サンキュー。意外と優しいじゃん。じゃあよろしくね。詳しい情報は後で送るから。それじゃあね。ああ、これで、まあでもここの内容探りたいしな。ボルテックスクラブかなり重要なことっぽいからな。ルーク、だゲームやっとる。ルークって電話を盾にして人を避けてる。何やっとるお前、すげえ携帯のいじり方すんな。三本指操作やん。それで思い出した。姉さんからブツを仕入れなきゃ。まったく、今度はちゃんと否認しないよね。ジュリエット、ざっかりに容赦ないな。お、エヴァンや。エヴァンタン。お、マックスじゃん。また後でな。だから言い争ってる。あ、ケイトや。何もしてくれないんですか？ケイト、僕の立場も分かってくれ。あ、ケイト、私の立場は分かってくれないな。どうでもいいんです。先生、ケイト、どうした？ケイト、待つんだ。来ないで、ほっといてって言ってるでしょ。ケイト、お前のことはほっとけない。ケイト、ケイト、ケイト、ほっといてよ。かまって、ケイト、心配だわ。もうほっといてってば。ケイト、ケイト、ケイトが心配。出れない。え、出れない。ケイトが行っちゃう。ケイト行っちゃう。待って、出れないんだが。クソ、追えないか。あの、ああ、マックスか。また銃がどうこうとかいう話じゃないだろうね。じゃあよ。どうこうって、姉さんは本当に銃を持ってたんです。本人と話しましたか？ああ、非常に憤慨した様子だったよ。無理もないだろう。事実関係が明らかになるまで君は勉強に専念していなさい。そんなことを言われても。この学校には危険なことなど何もない。警備主任が導入した新システムのおかげで校内の安全は保たれている。昨日マド選手人がケイトに嫌がらせしてました。マックス、証拠にもなくまたそんなことを言うのかね。校長先生こそ何が言いたいんですか？人の言動を上げつらうだけなら誰にでもできる。姉さんの次はマド選手人か。いい加減にしなさい。これ以上の話は無駄だ。こいつ、このタコ野郎が。用がないならもう行きなさい。クソタコ野郎は。もういい、あいつは。シャシャー、シャマソン先生。ああ、マックス、ちょっといいかな？はい。元気がないな。何か心配事か？ジェファソン先生、今いいですか？今日こそ課題を提出してくれるのかな？それとも何か別の話かい？実は折り入って相談が。ケイトのことが心配なんです。ああ、噂は聞いたよ。ケイトと一緒に警備主任と口論したんだって？マドセン主任がケイトを怒鳴りつけていたので止めに入ったんです。とても見過ごせなくて。なるほど。マドセン氏ならあり得ることだが、彼に非があることを示す証拠はあるかな？私の証言だけじゃダメですか？迷ったんですが、写真は撮らなくて。迷ったら撮る。写真における最も基本のルールだ。いずれにせよ、この件は学校側にきちんと報告する。例の動画のことは知っているね？みんな知ってます。そのことで相談したくて。ケイトはすごく傷ついています。ケイトにも問題があったのでは？
彼女の説教が疎まれていたのは事実だ。隠し事をしているようにも見える。ケイトと直接話したかい？話しましたよ。はい、今朝電話で話しました。こんな時は友達が支えてあげないと。ケイトまでレイチェル・アンバーと同じになってほしくないんです。レイチェル・アンバーとケイトに何の関係があるんだ？街中にビラが貼ってあるので、どうしても頭をよぎってしまって。レイチェルのことは気がかりだが、君は自分の心配をした方がいい。ウェルズ校長から女子トイレでのことを聞いたよ。なぜそれを先生に隠してたわけじゃないんですけど。マックス、これは冗談じゃ済まされないぞ。私が嘘ついてるって言うんですか？作り話なんてしませんよ。だといいんだが、ただここ数日君の周りではいろいろあったようだからね。でも先生、私本当に。ちょっと失礼。もしもし。あ、信用されてないな、まったく。あ、ちょっと待って、すまない、大事な電話だ。教室に入っていなさい。やだよ。おい、聞かせろ。あはんじゃない。ああ、わかった。だから、もうすぐ授業が始まるんだ。切るぞ。うわ、隠し事あんなこいつ、なんだろうな。ああ、わかった。わかったから。コンテストの作品、時間切れだな。皮肉だけど。最高だね、デナ。左向いて。じゃあ次は右。悪いけど今はちょっと忙しいんだ。綺麗に撮れる。お、何やる？何してるの？ヘイデンの撮影会が済んだらデナをスケッチするんだ。なるほどね。お、アリサだ。どうも。後にして、今考え事してるから。お前ずっと考えてんな。君の気分を表してるような写真だぜ。ビクトリア、よ。ここにビクトリア、気をつけろよ。汚ねえタレコミ屋のお出ましだぜ。私と親友になれたとでも思ってた？あ、やべ。思ってないよ。ただのかまってちゃんだからな。何でもいいけど、そこどいてくれる？どうぞ。記念に自撮りでもすれば。いいかてめえ、覚悟しとけよ。こいつ何なの？そう、ケイトがソラ出てっちゃったんだ。どうしてデイビッドがケイトの写真を？盗撮してる。意味わかんない。何がしたいの？お、今いいかな？ウォーレン、ケイトを見かけたけど目真っ赤だった。ケイトは今ちょっと大変で。何も言わないし、かける言葉もなくて。そこの君、このクラスの生徒じゃない。早く出なさい。他のみんなは席について。じゃあ後でね。今日も話すことがたくさんある。ウォーレンはいいやつっぽいけどな。ケイトはどうしたんだ？あら、有名人は大変ですね。具合が悪いって言ってました。ネットで拡散されている動画が話題になっているようだが、映っているのはある生徒、友達かもしれない。自分の実像と。かけ離れたイメージが世間にさらされるのはどんな気分？ケイト、授業に来ないのかな。心配だな。するのは簡単だ。クロエからメールが。あ、ウォーレンのラインしかとしてた。おーい。おい、マックス。シッダウン。クレイからは、マックス、フランクのケツに大穴開けていればよかったに銃を渡してしまうので、ケツに穴なんて開けたくないよ。クレイだって嫌でしょう。
巻き戻すにはもう遅いか。リアリティショーの影響もあるだろう。だが批判すべきは自分自身の行動だけだ。例えばコンテストの課題提出せずに後悔するのは自分だぞ。まだ出してない人がいるな。マックス、君もその一人だ。ああ言われてるぞ。みんなシラバスを読んできたな。今日のテーマはキアロスクーロだ。光と影のコントラストを指す。これによって写真には視覚に訴える力が宿る。陰と陽の関係とも言える。陰と陽。モノクロ写真は白と黒のコントラストによって魅力を発揮する。まあ厳密には。おい、女子寮がすごい騒ぎになってるぞ。来てみろよ。授業中だぞ、邪魔をするな。みんな勝手に席を立つんじゃない。見たい見たい見たい。まったく。何が起きたの。信じられない、やばいことになってるぞ。なに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 、まさか。ケイト、ケイト、ダメ、どうしよう。やばいやばいやばい、助けないと。助けよう。ケイトじゃないか。あ、死なせない、絶対に。やばい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 。え、助け方わからん。またなんでこんな時に。やばいやばい、どうにかしなきゃ。もう何回も巻き戻せないよ。やばい、自殺なんてダメ。何かないのか。行かなきゃ、早く行かなきゃ。頑張れマックス、前へ進まないと。すげえ、時間止まってる。すれば助かる。入っても意味ないな。何をすればいいんだ。誰か助けられるものないか。ペンキ、あー、何か助けられるもん。写真撮ってんじゃねえお前。へえ、屋上行けんのか。オッケー、屋上行って助けるぞ。時間を止めて。ダメだ、早まるだけど。オッケー、間に合った。力が使えない、巻き戻せない。やばい、失敗したらおしまいだ。失敗したらおしまい。マックス、私本気だよ。それ以上近づいたら飛び降りる。分かったから、落ち着いて。どっちにしろ飛び降りるだろう。ならいい。ケイト、私と話そう。ごめんね、マックスは悪くないよ。さあ交渉に。デイビッドを止めてくれて嬉しかったけど、もう何もかもどうでもいいの。よくないよ。よくないよ、みんな心配してる。私だってそう信じたいよ。ケイト、諦めちゃダメだよ。私と一緒に乗り越えよ。力になるよ。ホワイトボードの落書きだって私が何度も消してきた。そう、マックスが気にかけてくれるのは嬉しいよ。少し救われる気がする。
いつでもそばにいる。ケイト、私がいつもそばにいるから。これからは友達が最優先って決めたの。電話で話した時は少し安心した。マックスは親身になって聞いてくれるから。ケイト、私を信じて。そこから降りてこっちへ来て。力になれるから。嘘じゃない。今朝だってシャワー室の鏡に動画のリンクが書いてあったから私が消したんだ。そんなこと言われたって信用できないよ。本当だよ、嘘つかないよ。何もするなって言ったじゃない。それは証拠を集めてる。今ネイさんがケイトに薬を飲ませた証拠を集めてるの。被害者は他にもいる。犯人を捕まえるために協力して。ネイサン・プレスコット、あの男ならありえるけど、証拠は見つかったの？もうすぐ揃うよ。そしたら警察に行こう。私たちで学校の安全を守るんだ。そう。ありがとうマックス。風紀になろう。この1週間で初めて希望が見えた。この風紀を守るんや。辛い時に支え合うのは当然だよ。お願い、そこから降りてこっちへ来て。来てくれ。こんなの間違ってるよ。君が命を落とすことはない。今毎日が悪夢なの。このまま目が覚めないなら永遠の眠りについた方がマシ。これでまたネットにばらまくネタができてみんな大喜びでしょ。一度乗ったら二度と抜け出せないなんて本当に蜘蛛の巣みたい。過去に戻って全部消せたらいいのに。二人で戦おう。私と一緒にいじめる奴らと戦おう。二人で力を合わせればきっと勝てるよ。逃げる。本当に勝てると思う。私の力があれば限界はあるけど。奇跡なんて信じられないよ。私は信じるよ。それはケイトのおかげでもある。こっちに来て全部説明するから。マックスは本当に優しいんだね。それが私を説得するための嘘だったとしてもそれでもいい。ありがとう。友達だもん。だからこっちへおいで。来るんだケイト。ダメ、やっぱりこれ以上生きていけない。ケイト、え、待って、お母さんは、姉妹は、お父さんは、兄弟は、え、これミスったらやばいやつ。お父さん。ケイト、お父さんからのハガキを見たよ。すごく愛されてるんだね。お父さんはケイトの味方だよ。そうだね、迷惑かけたけど、それでも父さんだけは私を信じてくれる。大丈夫ケイト、こっちへおいで。ケイト、よし、よかった。ケイトアライブ。ダメ、バカだった。ケイトはバカじゃないよ。私の大事な友達だよ。お父さんの写真見といてよかったな。ケイトの部屋でこれワンチャン死ぬパターンあったのかな。戻れなかったし。今日の一件は実に遺憾だが、東高が一丸となり一人の女子生徒の命を救ったのは誇らしいこと。誰が東高が一丸だよ。俺しか何もしねえよ。ケイトを説得したマックスの功績は計り知れない。私は何も。おっしゃる通りです。マックスはヒーローだ。何がヒーローだ。この校長として私には生徒が健全な学校生活を送れるよう管理する義務がある。何でだこのタコは。学びの場でこのようなことが起きたのは遺憾極まりない。マドセン君、屋上のドアは警備上常時施錠しておくことになっていたはずだ。確かに。しかし今日はどういうわけか鍵が開いていた。これは警備主任である君の責任だ。そうだ。ジェファソン君、生徒一人一人の状態を把握するのは難しいだろうが、ケイトは君の授業の助手をしていた。何か気づけたはずだ。そう。ネイさん、君はボルテックスクラブのパーティーを主催しており、前回はケイトも参加していた。君にもいくつか聞きたいことがある。マックス、まず君からなぜ屋上へ行ったのか説明してほしい。事前にケイトから何か聞いていたのかね。知っていることを全て話しなさい。話しましょう。私はネイさんを責める、ジェファソンを責める、デイビッドを責める。この選択肢しかないの。
何かを開けてなかったか。ネイさんを責めるでしょう、これは。ケイトの原因を作った本人、ネイさんを。ネイさん！貴様。ケイトはパーティーでネイさんに薬を飲まされました。朦朧としている間に男子とキスしたところを動画に撮られたんです。俺に？お前大丈夫か？ちゃんと動画を見りゃ一目瞭然だよ。本人完全にノリノリだった。それだけじゃない。病院に連れてくってケイトに嘘ついたでしょ。連れてくつもりだったけどすぐ落ち着いて、結局行かずに済んだんだよ。あのパーティーでケイトに何かあったのは間違いないよ。女子トイレで銃を持ってたことはどう説明する気？名誉毀損で訴えるぞ。この学校も一緒に訴えてやる。弁護士だってもう雇ってあるんだ。姉さん、そのぐらいにしておきなさい。銃の件はすでにマックスから聞いた。残念ながら例の動画についても複数の人物から報告を受けている。俺も報告した。姉さん、君は黒の報告にはっきりと映っているばかりか。パーティーの主催者という立場でもあるね。以上を踏まえ、君をしばらく停学処分とする。勝手に後悔するぜ。ウェルズ校長、そろそろマックスとネイさんを休ませてあげては。目の前で仲間が命を絶とうとしたんです。これ以上はあまりに負担が大きい。そうだ、ショックでそれどころじゃない。うちに帰らせてくださいよ。ではマックス、今話した内容が全て真実であることの証明として書類に署名をしなさい。頭が痛いけどもう一度力を使えそう。え、力使ってどうすんの？あ、なるほどね。今の攻め立てた内容ね。いやいや、こいつでいいでしょ。こいつを攻めるのが一番でしょ。他のやつを攻める。あ、でもあいつも怪しんでたからな。でもこいつが薬持ったっていう証拠ねえんだよな。証拠ねえんだよ、正直。見つけてねえからな。うわ、こいつもいろいろ知ってそうだけど。頭痛いし、いっか。本当です。姉さんが悪い。かえって謎ばかりが増えた感もあるが、警察による捜査に期待するとしよう。重ね重ね、今日のことは実に遺憾だ。時間を戻してやり直せたらどんなにいいか。私からは以上だ。まるで夢を見てるみたいだった。ケイトの手を掴もうとしたらスローモーションになって、ケイトも私の手を掴んで。あんな感動的な場面、俺生まれて初めて見たよ。ケイトを抱き留めた瞬間、拍手喝采、涙の嵐、スーパーヒーローみたいだ。どこが？身も心もボロボロだよ。何言ってんの、キラキラ輝いてるよ。背中に翼生えてもおかしくないね。ケイトのことが心配。あんな動画なんかのせいで、まさか死のうとするなんて。まあ、あれだけ拡散されたらね。ウォーレンも見たの？一回だけだよ。二回だったかな。めっちゃ見とるな。これ多分。聞いて。死にかけどころじゃない。こんなこと言うと変に思われるかもだけど、この学校で何か良くないことが起きてる。同感だね。ケイトの件とレイチェルの行方不明は関係があると思うの。それから、姉さんとデイビッド・マドセンも。陰謀論者ではないけど、あり得ると思うよ。昨日の姉さんは普通じゃなかったし、マドセンは腐ってる。他にも何かあったっけ？協力してくれそうだね。あれ見て。こいつは。太陽がどんどん欠けてく。急に寒くなってきた。マックス、今日は日食の日じゃないよ。絶対違う。間違いない。何かが起こる前兆。あ、分かってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。
窓線にジェファソン先生、校長。こういう感じでつながっていくんだろうな。ビクトリアも。あの車のやつや。こいつもなんか知ってそうだからな。エピソード3カオス理論、楽しみですね。